どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今回やっていきましょう。第2話という第2、まあ、パート2ということでメタルギアソリッドピースウォーカーやっていきたいと思います。今回のミッションサンディニスタ司令官接触やっていきたいと思います。はい、スネーク、うん、あんたが入手したその無線機で例の少女、そうそう、無線機を使ってね、うまくちょっとやっていければなぁなんて思っておりますが、あの子は俺たちが心配するほどやわじゃないよ。ああ、そう、しっかりした女の子なのね。彼女はまだ子供だ、うん、だからこそ有効な情報が得られるかもしれない。はいはいはい。それに今回の真の依頼主は彼女、うん、平和の使者だ。平和の使者、ラッパス。まあ、なるほどね。なあ、分かってる。何語なんだろうね、ラッパスって。まあ、スネーク君か。うん、どこから通信を。シューダードコロンの校舎。あ、結構なんか、そっか、マザーベースからもうあの一通で来るわけじゃなくて、いろんなとこから通信できるみたいな、そういうパターンなんだね。まあその方が。なるほど。うん、先生の部屋に無線装置がある。先生の部屋に無線装置ってもう明らかに怪しいだろそれ。無線装置、ああ大した先生だ。本当だよ。もうね、教員室に無線機あるっていうのはもうあの君の友達が見つかったら、もう KGB でもうスパイ感が丸出しだよね。はい、あー、いろんなこと聞けばいいんだね。わかりました。はい、よろしくです。何、あー、あの、そういう平和とか、あの、いいわ。はい、お花畑はまた後で話そうじゃないか。あの、はい、失礼なこと。さあやっていきましょう。よろしくと、状況から見て書く、はい、書くかどうかを確かめる、そこは大事なんじゃないかなと。やっていきたいと思います。はい、で、今回なんですけども、あの、実を言うとシングルとホースト、2種類ある。まあコープスプレイっていうんですけども、まあそうだね、ちょっと今回物試しでホストね、ちょっとやってみようかなみたいな感じなんですよね。まあやっていきたいと思います。まあとはいえどうせまあ人来ないだろうけどね。まあまあまあ入ってきたら入ってきたら、それはそれでさ、まあラッキーみたいな、あの、いざという時は助けてもらおうみたいな、そういうパターンみたいな、ちょっとそういう企画もたまには。お、ちょっと待って待って待って、マジで知らない人来た。ちょっと待って待って待って。どうしようこれ。どうすればいいんだろうこういうの。よーうか。元気してるか。その声は。はい、ということで、どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。レイでございます。はい、というわけで、実は今回、私、ウカとレイくん、この二人で、実況プレイしていきたいと思います。メタルギアソリッドピースウォーカー、ウカとレイで、ウカレイズという感じでやっていきたいと思います。はい、超茶番。ね。ちょっとあの、もう、ちょっとなんか練習してよね、少し。ちょっと練習しましたね。うん、まあ、というわけで、じゃあやっていきましょう。エネミーゲート。ね、今回ね、ちょっと僕は、カラーリングをね、ちょっと決めていきたいと思いまして、今回はね、僕、青を使っていきたいと思います。うん。青の、その、スニーキングじゃねえや、ジャングルファティーグスを着ていきたいと思います。うん。じゃあ、レイ君は何色をつけてくるかっていうのは、それはまたね、ぜひ、ちょっと、ミッション始めてから分かるということで。まあね、そんなに僕もうまくないんで、うん、そんな目立つ色なんてつけないですよ。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、じゃあやっていきましょうか、早速ね。はい。行きましょうか。行こう、スタート。まあ、できるだけ、だから、このミッション全部できれば2人でできる。多分、全部、2人プレイができると思うんで、もうできる限りやっていきたいなと思っております。行きましょう。ちなみに、あの、レコン、あの、メタルギアは、いや、結構経験がある感じ？僕はとりあえず、まあ、静止の方は一通り全部やった感じですね。ああ、はい、なるほどね。なんかこう、ブラックオプス的な、そういう、なんだろう、番外編的なのは、まあ、やってないみたいな。そんなにやってないですね。なるほど、なるほど。じゃあ、俺よりか悔しいわけだ、その本。はい、行きましょう。第一章。知ってるってだけですよ。うまいか下手かはもう置いといてほしいところですよね。まあ、ね、それはまあ、これからのお楽しみってことでね。行きましょう。このなんかなんだろう、ロードのやつの二人になるんだね。数。そうなんですね。ああ、ちゃんとなんか、やっぱ二人プレイしてるなーっていうのがこういうの分かっていいね。最高。おいい赤か、なるほど。赤と青いいじゃん。そんな目立つ色で来ないって言っといての。なるほどね。なんかこう、
なんか教育テレビとかのなんかあの相棒とかがいそうだよね、このカラーリングの。いそうですね、うん、お、スネークフォーメーションちょっと荒れただろ今よし、じゃあやってこう。目指すはサンディニスタの、コマンダンテがいる小屋。そっと行こう、そっと後ろから行く、ゆっくり。もうこんなのこうして、こうしてこうしちゃえばいいんですよ。何して外した。外してんじゃん、バカバカバカ。あ、外した。危ない危ない、ちょっとあー、割ってった今。何してんの今。あー、びっくりした、焦った今。まあ大丈夫、こんな感じで。お、行った。さして、のこれですよ。はい、まあ、今さっきのなかったことにしてね、とりあえず。まあさっきのはなかったことにしておきましょう。オッケーオッケー。回収しとこうかな、あの人員欲しいから。よいしょ、オッケーオッケー。さて、で、このままどっちだっけ、右か左。まあ先へ進もうかな、このまま。おいた。あれマジで今どこにいんだと思った。かくれんぼ大好きですから。なるほどね、そんな色でかくれんぼとか、よかくれんぼとか、よかくれんぼとかよく言えた。ごめん、悪意はない、悪意はない。いやー、いいね、これ協力プレイだよ、これこそ。もうメタルギアでこの協力プレイができるっていうのはすごい珍しいですよね。確かに。てか赤映えるなー、こういう目で見ると。青はまだ隠れるにしても、よくさっきバレなかったと思いますよ、バレながら。ほんとだよ。そっと、あ、結構こういないのか人。じゃあ先行こうか、ゆっくり。ゆっくりって言わねえな、走ってんだから。エルセネガル、セナガル、沼地だね。ちょっと、さあどう来るかね、ここ。一応人が一人と、一人、二人ぐらいかいる多分。あー、いるね、向こうに二人。あと、あー、三人。三人いる。どうしよっか。まずは。位置不安だな。手前の一人に。バレてもおかしくない色ですからね。あ、そうね、ちょっとこれはむしろなぜ気づかないと言いたいところですよねこの色。じゃあ狙う。お、いった、いいね、ヘッドショット。じゃあ俺その奥行くわ、さらに。ちょっとここは見せプレイで、おら、よっしゃー、一発。あと一人行く。え、大丈夫、外した。おいおい、ちょっと、いた。いや怖いよ、もう。ちょくちょくやらかしてんじゃん。じゃあ乗せて。まあ、ラチだよもうこれは。ただの。バレないですよこんな。まあ、いきなり出ていって、いきなりバレるなんてことは、バレるなんてことはしないですよ。お前、うり。うん。ざまみろ。最高、早く。もうこんなことやってないで。よいしょ。茶番もいいところ。うん。さあ次が、その目標の小屋だよね。ですね。うん。ターゲット。リオデルハーデ。ああ、これ何語なんだこれ、リオデルハーデとかいろいろなんかあるけど。何語なんですかね。うん。エルセナガルとかなんかい、うん、まあいいや。まあいいやっていうのもあれだけど。結構いそうだなここ。まあ全世界にかなりの言葉がありますからね。そうね。あ、やばいやばい、バレバレ、ハプね今。まあ、やべ。やべ、気づかれた。いや、セーフ。まだ気づかれてない。まだセーフよ。あ、来てる、人来てる。大丈夫、いける？来る。ちょ、呼ぼうか。いや、ごめん。ごめん、押しちゃった。呼んだ。俺があの、音鳴らした。気づかれた。あ、探しに来る。こっちから来る。やばい。俺に任せ。あ、行く。そっち行く。そっちが行く。後ろから。オッケー。動くな。あ、待って。危ねえ。二人いんのか。一人。で、二人目はちょっと自分で行こうか。いや、ああ。やめろ。ごめん。動くな。あ、ダメだ。あ、くそ。ごめんなさい。やべ、ごめん。よし、俺がおとりになる、その間に。あ、僕はバレないんですよ。え、なんで？僕は絶対、どんなフラグを立てもバレないんです。いや、向こうに人何人か行ってるけど大丈夫か？
やばい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 、俺もう釘付けで動けないんだけど。結局バレたの君じゃないか。負けてんじゃん。待って、めっちゃ撃たれてないか。あれっと。うおー、ちょっと待て、ロールや。はい、動くな。あ、もうちょっと待て、よいしょ。おらー、かかってこいや。逃げ切ったとも。おらー、これ割れんのかな。うら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 、あー、やべ、ナンバースク撃っちゃった。あ、いった。あー、一人回収してやがった。あー、残念。グダグダじゃねえか。一つ目ですよ、まだ。やばいね、ちょっと。いや、ごめんごめん、まさかこんな目の前にだって向かってくるとは思わないじゃない。しかも単独で勝手にバレるっていう。ごめん。いやね、ちょっとやっぱ過信は怖いね。うん、よくない、うん、よくないですよ。よくない、過信ダメ絶対。本当それです。ごめんなさい。いや、でもなんかかっこういう、なんかこういうスネークもかっこいいよね。なんかこの PSP で出てるオプスだったり、まあ、ウカ君やってるオプスだったり、ピースオーカーだったりっていうののムービーはこの絵のタッチですよね。うん、すごい渋くていいよね。いいですよね。うん、サンデニスタか、人を探している。お前たちの司令官、コマンダント。父さん死んだ。父さんは殺された。よくなんか自分の肉親が殺されてこんな冷静でいられるよなって感じだよね。ですね。ああ、スーカーキューバだ。死ぬか。死がでも、うん、何でも吸いたい気分なの。タバコの味はわからないこの世代でござる。僕も全く吸う気はないので何とも。だね、結構やっぱだからどうなんだろうね、タバコを吸って、まあ、あ、俺もなんかね、友達周りは結構吸ってる人多いんだけど、なかなか実際自分が吸うってなるとやっぱいいかなってなっちゃうんだよね、別に。あ、わかります。うん、でもうち、俺の部屋には来客用のは、なぜか吸い殻じゃねえや、なんだっけ、灰皿があるっていうのは。はい、なんで灰皿という一言のためになんだっけって。うわ、全然出てこなかったもん、言葉が。最近ダメだね、やばいわ。警備員と聞いた。僕がね、この画面右上の方のちょっと壁にね、もたれかかって。ああ、ほんとだ。何を見てんのこれ一体。壁の木と会話してます。あ、君はなんでそんな板になってしまったんだ。そんな会話してます。まさかのそんな板になって。え、森の精霊か何か。森の精霊か何かです。マジか。衝撃の新事実だわ。赤い服着て森の精霊かなんかですよ。森の精霊ならもうちょっと森に溶け込む服装しないかな。左手で壁に手を、左手を壁にこうくっつけて、うん、君はそこで何をしているんだと喋りかける。すごいね。僕は壁をやっているんだっていう返答が返ってくる。壁をやっているっていう、なんか発想また面白いけど。あ、そう、わかるんだ。じゃあこれから気づいたら人間に切られ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 スパスパやられて、気づいたら板になってたと。残酷すぎるな、確かにその絵面は。なるほどね。じゃあこれからちょっと潜入するときはちょっとそういうとき頼むわ。ちゃんと木から話を聞いてもらって。了解です。うん、どうするの、もし基地とかだったらコンクリートばっかりでわかんねえぞ。超苦しいですね。だよね。今のこの口から出まかせを引っ張られるこの状況も非常に苦ですよ。お前それを言うなよ、口から出まかせは。せめてもうちょっと頑張れよ。まさかこんなにねムービーが長いとは思ってなかったんで。まあまあまあね、うん、もうそろそろ終わるかなぐらいな勢いでいたんですけど、なかなかに長くて、うん、このまま引っ張り続けるとやばいぞこれっていうのは途中で気づきました。まあ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 、難しいよね。まあこれからね、ちょっと森の精霊として頑張ってもらいたいよ。チェイ、頑張るぜ。まあそのまあ多分ね、アドリブ力が試されるから、そこは頼むぜ。きつ。
あの俺もう時々頼むから、今その、あの倒れてる木はなんて言ってるみたいな。厳しいですね。そういう時は頼むぞ。初の実況にそれは、うん、あらその流れをぶったぎる新兵器。ああ、タバコもったいない。そっち？そっち？うわ。まあね、今のあの機銃がこう、うん、小屋に当たると、うん、痛えぞ痛えぞと。嫌な響きだなそれは。だからもうあれだ、あの火災とか起きたらそれはもう断末までしかないんだ。もう叫びしか生まれないですよね。海賊の騒ぎじゃないですよ、それは。思うよ。そりゃそうだよな、確かに。ああやってスネークは追いかぶさって泣き捨てしてると、うん、やめなさい。お前こんな修羅場でそういうこと望むんじゃないっつ。よっしゃ、ちょっとやる気出たぜみたいな感じで時計を構えると。いやいやいや、さあ撃ってこう。これあって外してみようかな、一球外してみる。よいしょ、露骨に外すと外れるのこれ。あ、外れるんだちゃんと。何してるんですかボス。すいません、ごめんなさいごめんなさい。あのちゃんと狙います。次、よいしょ、どうだ、いけ、これいっただろう。ういザビス資金難なんですから。すいません。無駄玉を無駄にしないでください本当。すいません。悪かったな。よっしゃ、2発目。まず外すって時点で止めなかったくせにですよ。言うな。それはもうあのそれもまた一つの茶番と思って、これじゃあ真ん中のおりゃ、いけ、当たらない。ボスちゃんと狙ってくださいよ。いや俺狙ったべや今。それ無人のロボ、オンヌレ、オンヌレヌエボで。そんなんだからバレるんですよあんた。すいません。それは言うな。痛いとこつくな。拷問されるくらいなら、うん、あれボス自身が撃たないんですか。いやどうだろうね今のは。ちょっとあれですか、やっぱ一発無駄にしたせいでもう弾がないと。そうだね、俺もう相当重大なミスを犯しただろそれ。相当重大ですよ。一人一人子供一人の命にかかっちゃうからねそれは。やばいですよ。ああ。そして、うん、そして誰もいなくなったと。そして誰もいなくなったと。なんでお前もいなくなっちゃうんだよ。まあ、僕はね。うん。フェンセラモスって言ってるところに、あはいっつって。あはい、ついてくんじゃないよ。あはいみたいな。いや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 。はい、クリアランク B と。まあ知ってた、覚悟はしてたよそれぐらいだろうなみたいな。ですよねっていう。つかむ見つかっちゃったからね。見たかスネーク。はい。さっきの巨大兵器。あれはなんだ。無人兵器らしい。無人兵器だ。AI。ですね。でも実際あえて空を飛ぶ兵器が、無人で飛ぶっていうのはもうだから今でいうドローンのなんか進化系みたいなもんでしょ。まあそういうことですよね、簡単に。しかもなんか途中出てきたあのちっこいやつもあれもなんかドローンっぽいじゃん見た目が。あれほぼ完全にドローンですもんね。だからそう考えたらなんかあながちなんか間違ってないよね、判断というかそういう未来予想図が。まあ過去なんですけどね、うん、まあそれ言ってしまえばおしまいだよ。これ何年、70年頃だいたい1900。冷戦時かな多分。冷戦時ですね。だよね。というわけでセーブが無事完了。はい、というわけで、今回一度ね、ここまでやってきました。いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで2人でやっていきたいと思います。1ミッション1ミッションずつ頑張っていきたいと思います。どうだったレイ君、まず最初の実況。やばいですね。いろいろ自分でハードル上げてしまったので、まあ、これからも茶番と下手くそプレイが続くことは確実ですか。はい、まあ、ということでね、まあちょっとこれからね、レイ君には、皆さんね、これからレイ君の成長をぜひね、見守っていただければと思っております。この実況が終わることにどれだけ成長しているか、お楽しみに。また君はそうやって
ハードルを上げるんだね。上げるだけ上げとくぞ、今のうちに。というわけで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は、動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。また、よろしければ、ツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や、生放送の情報などを投稿しております。また、次回会いましょう。じゃあね。